こんにちは、幽霊のしゅんです。今回は謎が多いゴッホの死因について考察していきたいと思います。印象派画家の中でもとりわけ人気の高いゴッホ、誰もが一度は彼の絵画を見たことがあるのではないでしょうか。そんなゴッホの死については不可解な点が多く、世界中の研究者たちの考察の対象になっています。ゴッホの死について有名なのは自殺説と他殺説。今回の動画ではこの2つとは違う3つ目の説を紹介していきたいと思います。しかし自殺説と他殺説を知らなければ3つ目の説を理解できないと思うので、まずはこの2つから解説を進めていきます。もう知ってるよって方は目次から3つ目の説に飛んでみてください。それではまず自殺説から。自殺説はゴッホの死後最も有力とされていた説です。ざっくりゴッホが亡くなっていた時の状況を説明すると、ゴッホが宿泊していた宿屋から朝絵を描くために麦畑へ出かけます。そしてその麦畑で拳銃自殺を図るのですが、死にきれず夜になって宿屋に帰ってきます。当然重傷で仲の良かったガシェ医師が呼ばれ治療に当たります。そこで何があったとゴッホに尋ねると、自分で撃ったと答えたそうです。その後なんとか2日間は生き延びたんですけど、1890年7月29日午前1時半にゴッホは亡くなりました。これはしっかりと記録として残っている時間帯です。享年37歳。死因は左脇腹を銃で撃ったことによる自殺とされたのですが、なぜゴッホは自殺をしたのかという理由が分かっておらず、そこが研究者たちの考察の対象になっているのです。自殺の理由として最も有名なのは未来への不安。ゴッホは弟のテオから毎月仕送りをもらって生活していたんですけど、ゴッホの死の直前、テオは子供の病気や家の引っ越しなどが重なり、仕送りができなくなるかもしれないと打ち明けていたのです。ゴッホの絵はそれまで1枚しか売れていない状況だったので、当然テオからの仕送りなくして生活は成り立ちません。そういった未来への不安から自殺したのではないかと、またはこれ以上テオに負担をかけてはいけないという自責の念からか。その他にもゴッホは精神病院に入っていた時期があり、その時には絵の具やランプの灯油を飲み込もうとするなど何度か自殺未遂を図っているんですよね。今でいう躁うつ病だったのではないかと言われています。有名な耳切り事件なんかも精神的な疾患によるものだと、要は自分で自分をコントロールできていなかったということです。その背景から精神的な発作による自殺もあり得るのではないかとされています。まあここまで聞くと自殺説は間違いないような気もしますよね。自分で撃ったって言ってるし、精神的にも不安定だったのなら。しかし自殺にしては不可解な点が多すぎるとして、2011年にアメリカの美術史家スティーブン・ネイファーと作家のグレゴリー・ホワイト・スミスが医学的根拠をもとにヴァン・ゴッホ・ザ・ライフという本で他殺説を提唱しました。この医学的根拠というのがなかなか面白いんです。ゴッホは銃弾を左脇腹に受けてるんですけど、右利きで左脇腹に撃つのって結構難しいんですよね。しかも銃弾の挿入角度もおかしいと、なぜか左側の肋骨から斜めに打ち込まれているのです。撃った時の姿を再現すると、要はこんな体勢です。確かに自殺するにはちょっとコミカルすぎますよね。また銃弾が貫通しておらず太もものあたりに残っていたのも何者かによって遠くから撃たれた証拠だと。もっと言えば自殺しようとする人間がなぜ頭ではなく腹を撃つのかという疑問もあります。その他にもゴッホの体に火薬が付着していなかったことや、自殺をしようとした人間がわざわざ宿屋に帰ってくるのはおかしいといった理由が挙げられます。そしてゴッホを撃った犯人まで特定しているので、それが同じ村に住んでいた10代の2人組レネ・セクレタとガストン・セクレタ。2人は兄弟で、弟のレネはしょっちゅうゴッホにいたずらを仕掛けては困らせていました。しかしゴッホは兄のガストンとは仲が良かったので、レネのいたずらには目をつむっていたそうです。そんなセクレタ兄弟がゴッホを撃った経緯はこうです。ゴッホが麦畑で絵を描いていた日も、セクレタ兄弟は近くにいて本物の銃を使ってカーボーイごっこをしていました。その時にレネがいたずらのつもりで
ゴッホに銃を向けた時に誤って撃ってしまったと。つまり殺そうとしたのではなく事故だったということです。その後宿に戻ったゴッホが自分で撃ったと言ったのは若い彼らをかばうためだったのではないかと言われています。どうしようもない弟レネと優秀な兄ガストンの姿を自分とテオに重ねていたのかもしれません。ちなみにゴッホが自殺を図ったとされる場所は後日捜索されるんですけど、銃や画材道具がごっそり消えてなくなっていたそうです。そのため証拠隠滅として誰かが隠したのではないかというところまでが他殺説の主張です。以上が他殺説なんですけど、なかなか興味深い話ですよね。一応他殺の線についてはゴッホ美術館が否定しているのであくまで考察の域を出ません。この他にもいろんな他殺説があって、犯人だと言われている人が3人ほどいるんですけど、全員は紹介しきれないのでいつか動画で。ここまで紹介した自殺説と他殺説を踏まえた上で3つ目の説を紹介します。それが美を追求しすぎた説。この3つ目の説は全て僕の考察なんでエンタメ程度に聞いてみてください。ゴッホが自らに引き金を引いたというところまでは自殺説と同じなんですけど、僕が考察したのは引き金を引いた理由についてです。その理由というのは芸術家として美の革新を追求したかったから。美の革新というのは死そのものです。ゴッホはすごく自然に執着した画家でした。このように自然ほど美しいものはないと。光、土、風、水、植物、とにかく全ての自然に魅了されていたのです。自然に魅了された芸術家がたどり着く真理って何なのか分かりますか？それはどんな美しいものでも全て朽ちるということです。逆に言えば朽ちるから美しい。消失の美学なんて言ったりもしますが、これはなんとなく皆さんも理解できるのではないでしょうか。枯れない花があったとしたら最初は美しいと思っていても日が経つほど感動は薄れていきますよね。花は枯れるから美しいんです。日常の中でみんな無意識に死と美が結びついています。つまりゴッホの強烈な自然への執着は強烈な死への執着でもあったということです。そして死を理解すれば美の革新を追求できると思ったゴッホは自らの腹に銃弾を撃ち込みます。死の状態に近づくことで新たなインスピレーションを得られると思ったのでしょう。頭を打たなかったのは自殺が目的ではないからです。死から新たなインスピレーションを受け取った後は何としても生還しなければいけません。だからこそ治療を受けるためにわざわざ宿屋に帰ったのではないでしょうか。そして他殺説であった銃弾の挿入角度の謎については左手で撃ったというのが僕の考察です。ゴッホは右利きだったからこそ右手に筆を握っていたのではないでしょうか。死のイメージをすぐにキャンバスで落とし込めるように。つまりゴッホの死は新たな表現方法を見つける過程での事故ということになります。他殺説では亡くなった画材道具や銃は誰かが隠したと言われていますが、実は銃に関してはゴッホの死から70年後の1960年に見つかっています。そもそも正確な位置がわからないまま麦畑から銃を探し出すのは結構難しいと思います。田舎の面積舐めすぎです。当時の捜査で見逃していたとしても全然不思議ではありません。画材道具に関してはゴッホが持ち帰る途中で痛みに耐えきれずどこかへ置いてきたか。ここまでが僕の考えた説になります。ゴッホの頭やばすぎだろって感じですが、逆上して自分の耳を切り落とすような男なのでこれぐらいのことはするかなと思って考察してみました。アーティストなんかも新たなインスピレーションを得るためにドラッグに手を出したりしますよね。ゴッホの場合それが死だったのではないでしょうか。ちなみにゴッホが使用したとされる拳銃はゴッホ美術館で展示された後2019年にオークションで2000万円で落札されています。もし落札している方がこの動画を見ていたらぜひ僕にも見せてください。以上がゴッホの死にまつわる考察でした。ゴッホの人生を描いた小説や映画ってたくさんあるんですけど、結末については作者の考察によってかなり違いがあります。ゴッホの絵画の素晴らしさはもちろんなんですが、謎めいた死が多くの人を引きつけている理由になっているのもまた事実なのです。ゴッホにまつわる作品だと結構最近の映画なんですけど、永遠の門がおすすめです。正直ストーリーを目的として見ると退屈に感じるかもしれませんが、映像の美しさやゴッホの心理描写がとにかく素晴らしいので、まるで自分自身がゴッホの目になって世界を見つめているような感覚になれる映画です。ぜひ見てみてください。僕もゴッホ大好きで前にニューヨークへ行った時に星月夜を見てきたんですけど、かなり感動したのを覚えています。皆さんもゴッホの作品を見るときはゴッホの生涯を重ね
重ねて見てみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ブログもやってるのでよかったら見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。